自分がですね、ドラゴンゲートの横須賀進む20周年記念ということでね、まあそちらに関して触れていこうかなと思いますね。はい、まあね、ちょっと11月22日が20周年記念だったんですが、まあちょっといろいろあって遅れてしまって、まあ、この日になってしまいました。まあ、それはちょっと申し訳ないなと思いますね。はい。まずですね、1998年11月22日に、望月進むとして、メキシコでデビューしましたね。で、その後にですね、まあ、3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。それでぐらいに、まあ、99年の1月に、日本に来てますね。逆上陸として、来まして、で、まあね、いろいろとやっていって、で、99年かなぐらいに、まあ、神田と結託してヒールになったんですよね。で、まあ、多少ないともこう、暴れてて、で、2000年に入りまして、2000年に、望月、そして、先ほど言った進む神田で、3人でですね、すごい伝説的ユニットとなっていて、未だにファンがいるんじゃないかというぐらいにね、ものすごい人気あった M2K をここで結成しましたね。はい。そして、まあね、M2K として、暴れる他に、ね、他団体のベルトですよね。ね、様々なベルトに進むは一気に挑戦していきましたね。で、まあ、ここでまあ、数年間ぐらいずっと、M2K として暴れるんですが、2002年にですね、望月が、M2K を抜けたと。いうことですよね。で、M2K を抜けて、望月ということで進むの、望月進むと、ね、望月対決になってて、で、最終的に望月はね、二人もいらねえよっていうことで、望月コントラ望月で敗北しまして、横須賀進むに改名しましたね。で、この横須賀進むの横須賀は、進むの出身地の横須賀から取っているらしいですね。はい。そして同じく2002年にドゥーリクサーに加入しましたね。まあ、加入というか、もともと裏で繋がってたっていう流れだったんですよね。2004年にですね、一気に飛びます。まあ、ドゥーフィクサーでずっとやってきたんですが、2004年、望月らと共に、ファイナル M2K を結成することになりましたね。はい。ね。で、その後、まあね、ファイナル M2K としてね、いろんなタイトルに挑戦しているんですけれども、まあ、2006年に、ドリームゲートの方をダッシュ成功しました。はい。ここでね、頂点取りできましたね。最強から取ったんですよね。うん。で、ドリームをダッシュしまして、で、3回ぐらい防衛したと思います。3ぐらい防衛して、まあ、藤井に負けたのかな。まあ、負けて、ドリームゲート陥落となってしまいましたね。まあ、他にもね、まあ、ツインゲートなりね、トライアングルはあって、ツインがないのかな？まだその前のタイトルですよね。まあまあ、いろんなベルトに当選しますし、IJ でしたっけ？その前、ドラゴンゲートで扱ってたツインゲート。ごめんなさい、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、それも取ってますよね、この段階で。ねえ。で、2007年に、タイフーンをね、シーマラと結成しましたね。はい。で、まあ、台風で、こう、やっていて、で、まあ、2000ね、台風で結成して、まあね、いろいろあって、まあ、台風が一時期ものすごい人数いたんですけど、どんどん減っていて、最終的には4人、5人ぐらいやったのかな。まあ、シーマンも欠場とかいろいろあって。で、まあ、台風解散しまして、解散マッチに敗れてね、解散して、で、進むが、ね、最強とタッグをもう一度組むという流れになりまして、何になって、まあ、ツインゲートに挑戦したんですが、負けてしまいまして。まあ、なんで負けたかというと、最良の裏切りですよね。どこにおいて。はい。で、最良に裏切られて、まあ、次タッグ誰と組むんやろうってなった時に、次ガンマと組むことになりましたね。はい。で、まあ、その流れがありまして、2009年にウォーリアーズ5を結成となりましたね。だったんですが、まあ、結局、まあ、シーマ、ガンマラとかね、いろいろいたんですが、カゲトラだったりとかいたんですが、まあ、結局、うまいことできずに、1年足らずで、結果、脱退すると。で、リアルハザードに加入しました。まあ、このリアルハザード加入も結局は、クネスカタック結成のためになったのかな、っていう感じですかね。まあ、なんか、進む自身はね、シーマガンマにちょっと不信感があったらしいんですけど。まあ、
結局はそうなのかなっていうのはありまして、まあ再度クレスカークビンタック結成になってだったんですが、まあリアルハザードもね 2,3 ヶ月ぐらいにまあ脱退しまして、タッククレスカーとしてまあツインゲートを取ったりしてたのかな、取ったりだったりとか、まあいろいろしまして、でまあ1年間ぐらいですかね、結構ねタッグで自由にやってたところに、まあ、2010年の方に、2010年でまあ対談あのリアルアサルと脱退したんですよね。でまあ2010年で、まあ年末かな、2011年入ってたっけな、ちょっとごめんなさいこれほんまに申し訳ないですけど、この辺曖昧なんですけど、まあワールドワンに加入しましたね。はい、でクネスカでね加入して、だからねワールドワンなんやって、ちょっとなんか進む影、あの、クネスっぽくない感じですよね、ワールドワンってね。まあ、あとは入ったということだったんですが、まあ、結局、3ヶ月後には、ワールドワンも解散しまいまして、2011年にはですね、まあ、ジャンクション3というユニットをね、持ち月らと共に結成しましたね。で、こっから、まあ、ある種伝説ですよね。2011年の年末に、ね、ジミー進むに改名させられると。と同時に、ジミーズ結成。ここで、影虎とタッグを組むという流れになったんですよね。はい。で、まあ、ジャンクション3もね、2012年の2月ぐらいに解散して、で、まあ、ね、ジミーズとしてやっていく中で、まあ、あくまでタッグの名前、ジミーズやったんですが、ユニットとして大きく、ね、ジミーズと名乗り始めて、まあ、最初はちょっと若干小馬鹿にされてる感じはあったんでしょうかね。それはわからないですけど。ね、まあ、だったんですが、まあ、次々とタイトル獲得しまして、ブレイブも取ってますし、ついにトライアクルも当然取ってますよね。そして、ドリームも取ってますからね、ジミーズ。ね、なんだかんだかすごいんですよね、これに関しては。はい。まあ、そのすごかったジミーズ。ね、2016年に、まあ、先ほど言ったドリームっていうのは進むが取ったんですよね。二度目の体感となりました。まあ、でも結局は、ね、高木にリマッチして負けてしまうという結果に終わってしまいましたね。なんで防衛回数0回で終わって、で、2017年に、まあ、去年ですよね。もう1年ちょっと半ぐらい前なのかな。まあ、それは言い過ぎかもしれないですけど、まあ、ジミーズ解散と。ベルセルクによって解散させられてしまいましたね。はい。ね。そしてですね、2018年に入って、まあ、今年ですよね。つい最近今年、ナチュラルバイブスを KG らと共に結成。で、今はトライアングルゲート王者として最多防衛記録を樹立となりましたね。まあ、このざっと本当に雑な感じでやってしまいましたけれども、まあでもね、なんだかんだこう僕見てた中では、あ、いろんな人とタッグ組んで、離れて、またくっついてっていうのを繰り返しとんねやなっていう感じですよね。最初は神田で、ね、その次はクネス。で、その次が西行かな。ね、で、もう一回クネスに戻ったんかな。で、次が影虎に行きまして。で、まあ今はどうですか？ KG なのかな？まあタッグ自体、そんな組んでませんから、今のナチュラルバイブスでは。まあでも、きっとお願いならば KG あたりなのかな、っていうのはありますけどね。となってるんで、結構ね、いろんな人たちとタッグ組んで、なおかつ結果も出してるっていうところはすごいですよね。はい。そして続いてがですね、タイトル還暦となっております。まあ過去の登竜門時代のタイトルはごめんなさい、ちょっと置いておいて、で、今のドラゴンゲートのベルトですよね。そちらの方のタイトル。大会の歴となっております。まずドリームゲートはですね、第5代、第23代ですね、合計2回巻いております。まあ、進みやったらもう1回いけるんちゃうかなと思いますね。はい。で、防衛、合計防衛回数は3回となっていますね。まあ、第5代時に3回防衛したよっていうことですね。で、続いてがですね、ツインゲート。ツインゲートは、第3代、第6代、第12代、第19代、第21代、第39代で合計6回ベルトを巻いています。はい。で、合計防衛回数は15回と、意外と少ないんですよね、これが。まあ、少ないって言っても平均2回から3回なんで、1回の王者に回、月防衛する回数が。ね、なんで、まあまあ別にね、普通っちゃ普通なんですけど、と言っても、
これ結構まんべんなく撮ってるんじゃないかなと思いますね。第3代が、ね、確か最良と撮ってるんですよね。で、第6代がガンマと撮ってるんですかね、確か。で、12代がですね、クネスと撮ってるんですよね。で、19代がカゲトラと撮りまして、で、21代もカゲトラですね。で、39代もカゲトラとなっております。まあ、カゲトラ、結局カゲトラなんやなっていうジミーズにおいてはね。意外や意外、裁量を追ったのにもかかわらず、両スカでツインゲート取ってないんですよね。ジミーズ時代ではね。うん。これもやっぱなんかのあれなんかなとは思いますけどね。もう一回あたり、裁量で、ね、両スカでね、見てみたいなっていうのはありますけどね。はい。そして続いてがトライアングルゲート。トライアングルゲートはですね、第11代、第13代、第41代、第46代、第47代、第51代、第53代、第57代、第63代、合計9回なんですよ。意外とっていうか、まあ、少なくてびっくりしましたね。なんかジミーズ自体はすっげえトライアングルのイメージが強かったんですよ。ジミーズ自体が強かったですよね。で、まあ、その中でも進むは大体入ってたと思うんですけど、なんで、もうね、10回ぐらい撮ってんちゃうかね、と思ったんですけど、まあ、9回でも十分多いとは思うんですけど、ね、意外や意外、そんなになんやっていうのと、初トライアングルゲート王者が第11代ですからね、ね、第3代、4代とかそのあたりに撮ってるんかなと思ったらそういうわけでもないと。いうことですよね。で、ほとんどがジミーズ代です。第41代から第57代までが全部ジミーズとなってますよね。で、13代から41代までも結構空いてますよね、スパンとしてはね。はい。で、まあ今現在は何回も言ってる通り、トライアングルゲート王者であり、ね、樹立しましたから、最多防衛記録の方をね、63代で、6回防衛ということで、ついに破りましたよね。はい。この魔の6回目の防衛戦っていうのをついに突破したということですね。で、合計防衛回数は14回なんで、まあ大体平均1回から2回ぐらいなのかなっていう感じですよね。まあトライアングル自体結構0回防衛ってことが多いですから、まあね、3回ぐらい、3、4回防衛したら結構すごいなのかなっていうのはあると思うので、まあまあこれに関しては至ってまあ普通なのかなっていうのはありますよね。うん、やっぱね、そう考えると、ジミーズの時は常にトライアングルに挑戦してたようなイメージがあったので、で、なんで、あ、9回って意外と少ないなって思ったのは、まあ、なんか、そういうイメージが強いからなのかなって、僕個人的にはね、そう思いましたね。はい、ということで、まあ、ね、横須賀進むの20周年ということでね、名前をね、4回も変えるっていうのはね、なかなかないと思うので、プロレスラーとしてもね。なので、やっぱでもね、こう見ると、そうですね。やっぱ常にドラゴンゲート、登竜門からね、ずーっと中心にいる人なんやなっていうのがね、改めて分かりましたね。はい、ということで、まぁ、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとか他にもね、こちらに動画に関するコメントとかあったらよろしくお願いします。で、あとツイッターの方もやってるんでフォローよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。